バックミラーで。これはきついっすな。これはきついわ。つか1位のやつがなんか早いな。下がってきてる。
わ、しんどい。まさかあの強敵の2台がコースアウトするとはな。ラッキーだったな、すごくラッキーだった。あれ操作もできない。やっぱりあの古い車に比べると安定性とかさ、まあこの辺の日本車なんて街乗り用だからかもしれないけど、低速域でのからの加速があのクラシックカーたちに比べたらいいよね。150キロぐらいまでなら難なく上がる感じが。そこからのスピードはあんまり上がんないから、結局トップスピードはクラシックカーとあんま変わってないような気がするけど。そこまでが速いなと安定性が。でこぼこしたところ踏んでも結構安定して走ってる感じが。が出て、うほほー、おー頑張るね、おー
Thank you.